皆さん、こんにちは。滝沢勝成でございます。どうも皆さん、こんにちは。初心者はこれ弾けシリーズ8曲目の2本目の動画でございます。ボンジョビのリビングオンプレイヤーという曲を練習しておりまして、パーツの練習をして、2本目の動画では構成の確認をしていこうかなと思います。でも、何度も言いますけれども、すごいシンプル。本当に、もうすごいシンプルです。もうびっくりするぐらいシンプルなので、安心してついてきてくださいませ。もうざっくり、進めますと、まずリフを、ね、16回弾きます。さっき弾いた、これを1セットとしてならば、もう16回もうひたすら繰り返しです。もう何回繰り返すか繰り返すか分からないぐらい。最初、ベースが、ね、このリフを、ね、ブン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 って弾いてるんですけれども、途中からドラムがデケデケデンデン。まあ、こんな感じでフィルインが入ったらギターが入るという感じです。で、16回弾けば OK。で、A セクションを2つです。A セクションを2つ。さっきやりましたね。リフを4回か。2、3、4。そしたら C コード。2、3、4、1。で、またリフ2つ。これが A セクションのひとまとまりだよなんていう話を、ね、1本目の動画でやりましたね。それを、ね、2つそのまま持ってきます。そしてその次 B セクション。はい。そして C セクション。E、C、D、2、3、4、G、C、2、2、3、4、5、E、C、D、2、3、4、G、C、D。そしてリフ2つ入るとまたこう A メロに突入という感じでございます。なんてシンプルなんだ。なんて分かりやすくていい曲なんだ。そんな感じでございますね。でも、ここで、ね、A2 というものがちょっと登場します。ここが、ね、少し、ね、要注意。もし、なんだろうな。ちょっと難しいんで、難しいな、これやったなと思ったならば無視して OK です。A2 やってみましょう。まず、リフを4回繰り返すのは一緒です。こんな感じで繰り返せば OK です。で、その次にこう3弦の、ね、C、D って伸ばしてるところで、ちょっとこう、ね、単音を弾くんですよ。まず、その3弦の14フレットをチョーキングして、で、普通にラを弾く。ラを上げて C にして、C、ラーと。で、その次、1弦の20フレット。結構ベストよね、20フレット。ここ、ショーキングです。で、その次、2弦の20フレットを弾いて、すぐに人差し指のこの17フレットにプリングです。こんな感じ。こんなん。で、もしアームついてるギターをお使いでしたならば、ピローンと終わったら、3弦開放を弾いてアーミングしましょう。あ、すげえ今チューニングずれた。めんどくさいことになってしまいました。すごいチューニングがずれてしまいました。そんな感じです。リフを4回弾いて、4回弾くところまで普通の A セクションと一緒。で、その後にこの3弦の14フレットを上げて、普通に弾いて、で1弦の20フレットを上げて、2弦の20から17にペローンと。で、3弦開放弾いて、ビューンとアーミングをする。そんな感じの流れです。ちょっとまあね、A セクションプラスアルファって感じですよね。A2 と言わずとも。で、それが終わると、普通に A セクションが入ります。この AB に関してはもうそのまま、さっきの全く同じ繰り返しです。で、最後のその、隣のこの C セクションも、もうほぼほぼ繰り返しなんですけれども、最後のところだけにちょっと変わります。おまけを突き出すって感じですね。ちょっともう一度やってみましょうか。4回。で、こんな感じで。で、A メロは一緒。
で B メロ。チーズンズンズン。あと、まあ、省略しましょう。省略しましょう。で、C に関しても一緒。これを2回弾くと。で、2回弾き終わったら、レーレラーみたいな感じで、ちょっとこう、なんかね、エモい感じのね、空気が流れるんですよ。それがね、一つあります。これ。ソロ前ってことですね、ソロ前。C のパワーコード1回ボンド弾きます。ボン。そしたら、3弦と4弦の7フレットのナチュラルハーモニクスというものを使います。こんな感じ。どういうふうにやるかというと、人差し指がまずやりやすいかと思います。人差し指で行きましょう。7フレットの音は、ね、軽く触れるんですけども、3弦と4弦のこの1フレット、2フレット、3フレット、4フレット、5フレット、6フレット、7フレット、この鉄のこの銀色のこのフレットの真上を軽く触れるんです。触るんです。もう触る。押さえるんじゃないです。触るんです。で、触って弾いたらすぐ離す。そうするとこんな感じの甲高い音がします。この音がしないときは、ちょっとね、ずれてる可能性が高いので、ちゃんとこのフレットの真上を触れるようにしてあげましょう。フレットの真上。この鉄の棒の真上です。ここでもダメだし、ここでもダメです。ここです。で、このまま弾いた後に指をつけっぱなしにしていると、音が止まってしまうので、弾いたらすぐ離す。本当もう触ってるか触んない、触ってるのかわかんないぐらい、本当もそーっと触ることが大事です。そーっと触る。で、弾いたらすぐ離す。そうすると、こんな感じの甲高い音がヒョーンってなるはず。これが7フレットのハーモニクスです。7フレット。C 弾いたら7フレットハーモニクス。で、その次は5フレットで同じことをします。5フレットでナチュラルハーモニクス。こんな感じです。慣れてきたら薬指でやりましょう。C。で、薬指で。やると練習がスムーズかなと思います。で、まあ、こうギターソロに突入するわけですね。そんな感じで C セクションが終わったら C、ハーモニクスのハーモニクスというのが来るということを覚えておいてくださいませ。で、その後は普通にソロが来て、B セクションに入ります。でも、ここの B セクション、半分です。半分です。ソロが終わって、が終わるじゃないですか。そしたら B セクション、後半部分から始めます。こんな感じで。この後半部分からスタートする。B セクションが半分になります。で、半分弾いたら D。ずっと繰り返して終わるという感じの構成になっております。すごくシンプルなのが伝わりましたでしょうか。こんな感じで全部が終わりです。リビンのプレイヤー、すごいシンプルな曲ということが伝わったかと思うんですけども、どうでしょうか。まあ、何度も言いますけどもね、ギターソロのところはね、ちょっとグッと難しくなるので、そこだけはまあ長期的なスパンで練習していただければなという感じです。他のところに関してはね、ちょっと練習していただければすぐできる内容だと思うので、頑張って習得をして、練習をしてみてください。はい。ナチュラルフォニックス。まあちょっと、今のでもいいんですけども、強いて言うならばポイントも言っておきましょうか。強いて言うならばポイント。ピッキングハーモニクスってものにも余裕があったらチャレンジをしてみましょう。ギターソロの、その時にこのギョイーンって音が出せるとかっこよくなるので、もし余裕があればピッキングハーモニクスにもチャレンジです。4弦の7フレットを薬指で押さえてピッキングします。で、この時に、右手のこの親指の部分をこの4弦に擦りつけるような形にして、こんな感じで甲高い音を出していきます。ちょっと3つステップがあります。3つステップ。まず、4弦の音を弾いた後に、ピックが3弦に当たるようにしてください。ピックが3弦に当たるように。
予言を弾いた後に外にこうバーンとピックが行くんじゃなくて、ピックがずれた後に3弦に当たるように、この方がいいかな。こんな感じ。この奥に行くようなピッキングをするのがまず第一。そして、第二ステップとしては、ピックをちょっと斜めにするということです。斜め。極端に言うと、これがまっすぐ。斜めっていうのはこういうことです。こっち側。これがまっすぐ。で、このまっすぐに対して、こう斜めにしてあげるということですね。つまり、この持ってる指を、こうじゃなくて、こうまっすぐじゃなくて、見えるかしら。こうまっすぐじゃなくて、こんな感じで斜めにしてあげるという感じです。斜めにしてあげる。これが第2ステップ。奥にやってあげるということを、斜めにして奥に行く。これが2つ目のステップです。で、第3ステップとしては、このね、親指をくっつけてあげる。斜めにして奥に行くと、この予言とその親指がこのぶつかる部分が出てくると思うんですけれども、ここのところで親指で予言を触れてあげるわけです。親指の側面で予言を触れてあげる。ピッキングした後に親指の側面で予言を触れてあげる。言い方変えれば、この予言をピッキングして3弦にピックが当たりました。で、この時にその親指の側面が予言に当たっている状態にするということです。奥にピッキングして斜めにピックを構えていれば、自然とこんな感じの形になると思うんですけれども、どうでしょうか。で、この状態でこんな親指が当たると、キョインというこの甲高い音がすると思うんですけれども、これがピッキングハーモニクスってやつです。うまく音が鳴らなければ、ちょっと場所を変えてみてください。とりあえず音色は別として、そのキーンっていう音が出ていれば OK です。こんな感じで。で、この音が鳴ったけども、すぐ消えちゃうとき。こんなの。一応、キャンって鳴ってますよね。キーンって鳴ってますよね。けど、すぐ音が途切れてしまう。これの、原因としては、親指が触りすぎってことです。もうピッキングしたらすぐ離す。ピッキングしたらすぐ離す。こんな感じ。で、このキーも鳴らないようだったら、その場所が悪い可能性があるので、ちょっと違うピット、違うところでピッキングしましょう。そうするとね、鳴るところ、鳴らないところがあると思います。で、ピッキングが上手くなってくると、どこでも鳴らせるようになってくるんですけども、最初はね、ちょっとこのどこだと鳴りやすいかなみたいな感じで、鳴りやすいポイントを探ってみるのも良いかと思います。フレーズに戻していくとすると、こんな感じでさりげなく交えられると、こうキョインというこの、ね、ハスキーな感じがかっこよく響きますので、よかったらピッキングハーモニクス習得をしてみてくださいませ。もしもうちょっとこう、ね、詳しく知りたいぜという方は、ピッキングハーモニクスで検索すると、多分僕の動画が上の方にバンと出てくると思うので、そちらの動画も、ぜひ参考にしてみていただければという感じです。それでは、ボンジョビのリビングオンプレイヤーで知った2本目の動画では構成を説明させていただきましたけれども、またわかんないところがありましたら、ビデオを巻き戻して、何度も何度もチェックしてみてくださいませ。そして、瞬間センチメンタルと同様に、またそのピアスコアの方で、このリビングオンプレイヤーの曲も、一応楽譜を、ダウンロードできるようにさせていただいております。でもまあね、この曲は別に楽譜なくてもいいかなと思うんで、まあ別にダウンロードしなくてもいいんですけども、まあもしね、その滝沢の活動、今ちょっと協力してやるかみたいな感じで思っていただきましたら、楽譜をダウンロードしていただけますとすごく嬉しいなという感じでございます。そしてまあ Twitter の方とかもね、ぜひフォローしていただけると嬉しいなという感じでしょうか。ちょっと忘れてたな、今まで。私、ツイッターやっております。TAKIJAWA 滝沢という名前でツイッターやっておりますので、もしよかったらフォローしてみてくださいませ。こちらの方にね、その動画の最新情報とかね、その楽譜のなんかこう進捗だったりとか、なんかライブの話だったりとか、いろいろ出てくるので、よかったらフォローしていただけますと幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。じゃあね、あと頑張ってね。バイバイ。